さすがです。サゲバスは顔面に行くの強いな。しかもそれが7コス8コスとか出せるのが強いな。懐かしのリース。さすが。さあ高校でドラゴンに遭遇していく。このアーマーバットもな、なかなか自分評価高いな。ドラゴンやから多分フォルテとか入れてるデッキなんやろうけども、アーマーバットがなかなか優秀なよね。でアーマーバット残ってくると終盤シスをどけたりするから。このメデューサもな、なかなか強い。アーマーバット優秀すぎないか。うん、だから3コス11で機械カード11のもあるから、要は1枚のカードで3枚機械稼げるんよな。絶対チートやろ。1枚のカードで3枚機械使えるってことやんな。それはずるいわ。ボーンキマイラ、ボーンキマイラーの上位互換って感じやな。だからまあ、ここアーマーバットかな。ほんまやな、このカードボーンキマイラの上位互換やな。しかもエンハンスロックでも出せるから。ボーンキマイラより強いかも。このなドラゴンのコアな、なんかめっちゃ強いって噂されてるよな。だがここはどうしようかな。でも進化普通にアーマーコアと鮮血が強そうやな。ただ進化剣は使いたいような気がするが、うーん、4で5か。まあまあでもここでええかな。あ、これ進化使わないでこれ結構強いぞ。1目機械カードがもう6枚見えてるのがこの時点で。帝王2回目、このヴァンパイア復讐意味ないの。うーん、復讐はまあ一応なんやろ、復讐のサキュバスがあるからまあ意味はあるかな。意味がないかあるかって言われたら意味があるかな。でも今の手札見る感じはないな。盤面処理、さあ4コス次メデューサ行ってって感じかな。メデューサ進化使うとドラゴンに対してもすごい優秀やもんな。むしろこいつらが邪魔になってきたぞそろそろ。ナシさんお疲れ様であるならば、ありがとう帝王。ヤウンハール、交戦する相手のフォロワーに2ダメージを与えるから、攻撃、まあ取って取ってって感じかな。こうほんでこう並べて進化をここで使うと。んで進化勝手にして盤面を処理しつつ3点買おう。うん、ドラゴンやからまあいろいろやってきてたけど、なんかアミレットの、ね、牧場やったっけ、あれ入れてるデッキがなんか流行ってるみたいやけど。プロヤナシル、アンネローゼ、あでもこの盤面全部処理してくる。 10pp ドラゴン牧場ドラゴン。いやーでもこれあれやな、ポセイドン出されたら、うん、これアンネローゼ意味あったんか。進化口づけを引いていく。まあ間違いなくメデューサがここは強いな。メデューサやな、ここは間違いなく。6枚か。うん、まあメデューサやろね。でメデューサ進化することによって必殺死後、そしてメデューシアナも加えられる。これなんか一緒になんか含まれるパターンあんねんけど。ああでも今回分かれた。だって死後あってさ、
で42のメデューシアの破壊進化、メデューサ破壊進化あったらまた効果つけられて、でなおかつ必殺丸絶対強いやん。まあ全部熟られるけども、信者か演奏やったらちょっとめんどくさいな。あでも相打ちか、あ相打ちじゃないんか、難しいな。マシンエンジェルを引いていくが54が取りづらいと、6で姿勢弱いなさすがに。うーん、横展開して一気に次のターンだ。グレモリーみたいな使い方をしたいな、できれば。こんばんは。これ強いな、3やったら取れるけど。アンネローゼウッド推し青き道を。おお、機械心は強いよ。しかもさっき公式7はさっき入るから機械心は、これだ、機械心はな3枚入れてるとやっぱもう優秀を超えるよね。うん、いや優秀やわ。で次のターンのシンクのものを見据えたいが、オンスキ機械神最強。ただ物を次出す可能性はあんまないか。マシンやろ。まあまあマシンか、さすがに。まあ漱石でも強せ、まあマシンでええか。まあでもなんか8コスで使うのも強いからな。なんで今日こんなプレイングいいの。プレイング別に、そんな良くなくない、別に。はい、牧場出てくる。はい、小賢しい。カウントダウン2っていうのはちょっと少ないような気がするけどな、自分的には。8コス43って弱すぎん。じゃあ2コスか。なんか牧場そんな自分強いと思わんな。物を出してもそんな火力は出ないから、まずは1点目、こっちのが強いな。まあここで進化圏使っちゃって、はい、これで、これだいぶ、いやしかも相手当たり引いていく。ドラゴン、トップのドラゴン一番当たりやんな、これ。でもそんなに、さあ8コス、これ3体残ったら次のターンモノで3412、ん、あ演奏か。顔狙ってきた。当たりじゃなくて確定だろ。いや顔狙うのはちょっとな、このデッキにそれはちょっと悠長すぎる剣に ついてないけど、369やろ、14でもそう悠長すぎるわ、そんな。でこれで買っちゃうと。いや強いな36。いやでもいや強い、打点のソースがほんま強いわこのデッキ。壊れちゃう。わあすごい、壊れちゃう。さあビショップに遭遇していく。さすが帝王様、初見トラロック強そう。じゃあこれラストにしようかな。じゃあまあ多分この後多分1個動画多分上げると思うから、まあ今日はその辺かな。今日てかもう1日空けてるけども、まあ多分このあと1個動画、確か何のデッキやったっけ。1回買ったら終わっていいよ。ラストか、確かバンプの動画をもう1個上げる予定が確かあったから、まあそれ見てもらってって感じかな。うん、サニコースト黄金都市
黄金都市ってまだ落ちてないんか、小高しいな。うん、まあメカゴボリやな。まあバンプはだいぶ強化されたから、まあ全然使ってみるのありやな。歴代屈指のクソバックだわ。おー、破滅のサキバス引いていく。いやバンプ楽しいで、バンプ、バンプ結構ありやと思うな。愚心雷さんの汁出しながら、まあ新エンジェルでも出てくるカードはまあ一緒であると。こっから進化圏をねいっぱい使っていきたいで、やっぱこの機械心をいくら貯められるかもすごい重要やんね。この水晶はまさしく鏡。まあ進化使う、あー、まあ、あんま意味ないな。まあちょいでええか。はい、取る。黄金都市ということは多分セラフ入ってんのかな、ちょっと分からんけど。あ、古びた正さんお疲れ様。いやでもこの試合でやめるぞ、もうこの1試合で。ちょ、最後神のプレイングを見せて終わりにするわ。メデューシアナ強いな。まあ多分バンプのレジェンドで一番の壊れこのメデューサやと思うんやけどな。絶対強いもんこれ。終わらないで。これ絶対強いでこのカード。だって守護の守護にさ44が隠れて必殺も隠れてるって、絶対これガルミーユぐらいしか突破無理やんもん。いや絶対強いでこのリ、絶対強いで。必殺と44隠れるって絶対強いって。メデューサはほんま強い。勝つまでやって。強すぎて盤面埋まっちゃってるぐらいやもんな。おとなしさんこんじゃ。どうしようかなこれ。フニカル行くか。我こそは軍神オードリークルー暴風で、また守護と必殺が、生まれていくと勝手に。あれは強い。いやでも必殺できれば左に当たってほしかったな。でもこれまだ守護突破しつつ44も破壊して、これ全部破壊、全部うざいからな、これ全部うざい。全部取るの厳しいみたいな、そんな感じやもんな。リモニウムの救済。露骨な OP カード嫌い。うん、イージス出されて負けるのか、それともこっちが押していって負けるのか。必殺が残っていく。進化使っていきたいね。だから、まあ、こいつはこうやな。で、勝手に進化。どん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 破滅のサキパスのコストを下げていって。まあ、新エンジェル、2体か。まあ、使っときたいね。結構進化圏は使ってるけど、機械カードがあんまり破壊されてない感じか。さあ8コス。ヘクターあんま強くない。ヘクターで多分処理して進化で43。あ、でも取らへんのか。お？おいおい大丈夫か、死んでいったぞ。3か。機械心行くのもありはありやな。でもここの機械心は強いよね。全然ここで行くか。どうも初心者やな、わらわら起動します。
あーまあやっぱ8個すれ出すようなカードではないのかな。機械でもこいつ自体機械持っとるけど、これが出てくるのあんま強くないな。うまいすぎて草、下手すぎて草愚心雷さん。ただいやー小高しいわ。一気に機械が増えたね。あーたまったぞこれで7体、ちょうど7体でこっからいろいろ見据えていきたい。あ買ったかこれ。何ストーン、これ物物で勝ちじゃないこれ。強いねこれ。強い、やっぱ機械バンプはなんかでもロマンがあって楽しいな。ああ普通に機械バンプ12点疾走でなかなか入るもんじゃないし、けどフォルテからフォルテ上がると進化込みで10点疾走なのか、それはそれでなかなかエグそうやけど。さあネクロマンサー当たっていく。破滅のサキュパスを残すかどうかっていう、うーんやけど相手の進化した時やろ。マシンエンジェル、ハメサキュ、あーでもまああんま意味ないかな。うんまあいいや、機械神、グラマス放送。いやまあなんかそのまあこのなんか放送の意図としてはなんかそのなんやろうな、面白い神回が取れたらまあ切り抜きであげれたらなと思ってやってるから。機械っていうのがまだふんからん。まあ機械っていうのはまあ神回行きたい。うん神回なんか来ればいいのにな。でもローテーションで神回ってあんまないよな。レディーグレー切り抜き禁止。お悪夢の始まり引いていく、これはなかなかでかいぞ。神回するなにプレミ。もうホルテ嫁じゃないなら棒読みの教育直した方がいいかな。いやいやそういう意味じゃない。いやホルテは別にそのままで全然 OK やで。メカゴブリン、プレミ早めろよ、今月中までにグラマスが出なかったら引退するのは必要性があるけど、まあアーマーバット先決でもなんかニュートラルの時代と一緒やな。でもやってることはでも同じようなカード、ゴブリンメカゴブリンとか同じようなマシンエンジェルとか同じようなカードが出てきて戦ってもなんかワンダーランドドリームズやってることは一緒なよな結局は。骨抜きマン出てくる。結局ワンドリとやってること変わらんやんこれ。盤面取って、あでも天平のトゲ兵はなかなかでかいが、メデューサがななかなか優秀なよね。自分を出す、どこがワンドリと一緒なんや。メデューサはなかなか優秀やぞこいつは。まあ、あんま使ってる人なんやけど、これ進化後に、必殺カードのメデューシアンを加えると、でなおかつ毒蛇を死後と必殺増やしていく。いやこれ絶対チートやろこのカード。プレミでこれに関してはさっき動画であげたんやけど、いやこれマジで強いやろこれ絶対やばいわ。だって必殺もあるし43のこいつとなんかあったらまた毒蛇がうざいことになるし、絶対強いよな。強すぎる。はい盤面でもこいつも強いよな。こいつもでも絶対チートやわ。でもそういうカードは機械神で、あもう取れへんのか。4これマジ強いよな。4でうーん3体やから必殺セレスの方が強い。セレスはマジで鬼畜やな。機械神、機械神2枚いくかやな。読んでうーんセレスもセレスでマジで鬼畜やな。
もしくは天界のトゲ兵行って読んで2、天界のトゲ兵プラス機械神1個こうが強そうか。ここはうーん、機械でも機械神はな、1個は残しときたいよね。できればこういくか。運も是非もない、これのが多分強そうやな。何しても弱いムーブ、バラ。まあメディシアナがな結構強いからこういくと。突進必殺8コス17、なかなか強い。これはケルベロスだから、こういうなんか横展開が多いから、この機械神がな多分アクセラレート3で多分使っていくカードやと思うけど、なかなかこれが優秀なよな。フニカルで上から取りたいね、ここは。攻撃、だからまあ盤面全部処理でいいんかな。機械神は三積必須。どうしようかな。でもドローもしたいような気はするが、まあ必殺は捨てるか。まあドローしようかな。じゃあ、さあモノ引いていく。ただモノがまだ7体以上じゃない、4枚か。意外に溜まってないやな。まあフニカルでいいかな、ここは。我は雷鳴の剣士、はい。モノがでもまだ7枚以上溜まってないやな。4枚か3枚。私の劇場へようこそ。あ、でも進化使わない。そして破滅の叫パスを引いていく。マシンエンジェルだと3枚プラスされるから、マシンエンジェル破壊されればモノが使える感じか。メディシアナへとんなら弱いもんな、絶対。ヴァンパイア使ってるのスコ。モノで失踪。でもこれは顔行きたいか、できれば。でもフィニッシャー誰？フィニッシャーはモノじゃない、やっぱり。どうしようかな。まあ4-3顔行って、まあシーンエンジェル並べる方が強いかな、ここは。でこいつらが全部突破されたら、モノが7枚になるから、これで進化で、あ、そうか、当たれば取れ、あーまあそっか、当たれば取れるのか。ただ夢少女、いやーアーカスでも取ったらよかったかな。なんか取っといたら良さげな気がするが、まあでも一番多分今クラス的に多いの絶対ネクロマンサーやんな。よろしくと言っている。アーカス安定して強い。まあアーカスばっかりやもんな、ネクロマンサー。うわー、しかもこれあれ、あれも相手相打ちしたんか、66と2点食らって。あー、ブラッドクワーでかいよこれ。ハスナナでジム EP 回復、進化すると回復できるから。アーカジュ、機械神、いやでも普通にこれが強いかな、これが。ブラッドコアもね優秀やね。これやっぱ2枚ぐらい採用するとかなり安定的に立ち向かいそうやけどね。もう普通にマシンエンジェルでいいな、これ。機械神やろ。
いやでも機械師、いや機械師やだ、ワンメン除去、いやマジメン除去っていうか、うん、メリットないかな。ゴブリン、メカゴブリン出るぐらいのレベルやで、そんな。さあ9コスト、なんかあんまメリットないやな。てかブラッドコアがめっちゃ強いと思うけど、ブラッドコアの心臓が動いてるところが好き。霊魂再生、霊魂再生も入れてる人多いな。セレス進化使って、無料進化も使って、うん、いやでも結構相手これハンド切れというか、なセレスめんどいなマジで。セレスがめんどすぎる剣について、でもこう絶対取れへんくなる盤面を機械心の効果で処理するという考え方ができるから、いや結構な長く戦えるのがこのデッキの強みなよね。こいつらも生かしていきたいな。だから5678910やから、それでいくか。長いしアイスコ5 これでさ、すごい火力が出るんよ。だからこうやろ、いいね。ほんでこれで取っちゃうと。いや機械心は多分アクセラレートで使うっていうカードやろ、どう考えても多分分からんけど。いやでもこのこういう動きがな、なかなかバンプ強いよな。破滅のサキュバスも顔3点とかあるし、あタンクトップさんこんちゃ、タンクトップさんこんちゃ、だってこれ12点出てるからな。はい、これも強い相手の。ただブラッドコアで10点回復とかもあるから、タンクトップさんこんちゃ、あい処理するしかないよね。33が残ってサキュパスで勝ちか。おとなしさんこんちゃ、あれいやなかなかバンプ強ない、いや強い強いよ普通に。しかもカードが全部ほとんど新カードやから楽しみがいがあるし。